お疲れ様です。ラットです。といらっしゃい、焼き鳥です。はい、というわけで、ですね、本日、はい、エキシビションマッチっていうね、クララプロチーム4チームの、普段見られない監督が試合に出たりだとか、はい、普段 1v1 に出る人が 2v2、2v2 に出る人が 1v1 に出たりっていうようなね、プチ大会がね、ありましたっていうわけで、はい、まあ、それが終わってね、今のヤキちゃんが僕ん家に勝手に上がり込んでるんで、まあ一緒に動画撮ろうかなと思います。はい、というわけで、まあ今日はね、そのプチ大会で僕ね、1v1 と、まあ、2v2 出たんですけど、それでなんか 1v1 の試合がいい感じに3試合あったので、まあそちらはね、ぜひ見てもらいたいなと思います。もうプロのね、まあ言ったらガチ対決なんで。まあそうだね。そう、ガチ対決なんで、ね。オーダーとかはちょっと怪しいとかあったけど。オーダーとかもね、いろいろね。そう、こう僕2v2コタとやったりね、すごいいろいろなかなか見ないな。そう、なかなか見ないことあったんですけど、ここですね、ファブ戦ですね、 VS ファブ。まあね、シーズン1ではボコボコにねされちゃった、まあね、まあ、リベンジというわけで、まあこのね、ダニーさん、ジャック君、ケンツーのね、まあ3試合見ていこうかなと思います。まあ、結果がちょっとね分かっちゃってるのはね申し訳ないですけど、はい、というわけでぜひ、なんかもう気楽にね、気楽に聞いたり見たりしてもらえるといいかなと思います。で、この前の動画でも言ったんですけど、僕ね、諸事情により僕の携帯でラッターカーとか開けなくなって動画撮れないんで、今この焼き鳥のね携帯で僕撮ってます。焼き鳥の携帯でラッターカーでログインして今動画撮らせていただいてます。感謝ですね。俺のスマホが奪われたから感謝ですね。はい、というわけで、2v2 にライキさんたち、ライキさん10ゴッドが出て、まあ、勝って、1v1 に、フチ焙煎がね、そう、フチ監督がですよ、1v1 出て、なんかね、もう、1個取って勝ち格の試合で、それ負けるわけないだろみたいなやつを負けて、いや、それ勝てるみたいな感じのね、逆に相性悪いのに勝ったりして、まあ、あちあちのね、試合だったね。それは、なんか、クラロワで、多分、エキシビションマッチって調べたら試合出ると思うんで、ぜひぜひ YouTube でね、皆さん見てもらえると面白いんでね、いいかなと思います。はい、というわけで、まあ、そのね KO 値ですね、僕は、2番手ですね。1番手テンゴットだったんですけど、テンゴットワンパンされちゃいました。ダニさんにねワンパンされちゃって、2番手僕はね、ダニパーセント、まあ、元チームメイト同士っていうので、そう、結構ね楽しくできたと思いますね。で、僕は結構ね、流行りのこのデッキもね、動画出そうと思うんですけど、代わりのメガナイトロイフですね。メガナイトが、メガナイトとロイフが、結構ゴーレムに対して、相性悪いと言いますか、基本的にロイフのデッキと、あとメガナイトのデッキは、ゴレに対して、まあ、不利になっちゃうんですね。結構勝てない。そうだね。確かに。やりにくいもんな。そうなんですよね。なんですけど、このデッキはというか、もう最近、ゴボリがすごい増えてて、うん、ゴボリがあることによって結構陸メタになるんですよね。ゴボリがあることによってもマジでこのゴレとかジャイとかロイジェイとか全てに対して戦えるようにと言いますか、まあ、若干相性良くなるまであるんでね、これ逆にメガナイトロイフとかのデッキにこうゴボリが入るだけで逆にね、もう結構弱点が減りますね。ほとんど勝てなかったであろうゴレにも戦えるようになるんで、ちょっと生きてマジアチェインメしようとしたら、全然下手だったっていうやつですね。消えてった、マジアチェインメ。そうなんですね。で、ここは、まあね、なればですね、いいネクロで許容してからのこのゴレですね。だからもう、まあ、後ろからね、合わせてあげて、で、タルババがもうね、解放されてほぼ入ってないんで、これネクロの処理とかがね、まあ、ちょっと厄介になるんですけど、しっかり、まあ、メガナイトで多分踏んづけていきますね。このメガゴ処理したかったんですけど、残っちゃうんすっていう感じですね。まあ、ごぼうりがこれが強いんですよ ね、マジで。普通に危ないなって思ってたけど、ごぼうりが思ったより削ってくれるっていう。ごぼうりでゴレ釣って、その間にゴレ溶かしつつ、またごぼうりが残るっていうね。これ、まあ、ダニーパーセンの若干のミスでダメージ入るんですけど、まあ、ここのね、256が僕は削れないんですよね。雪玉だけなんで、うん。一応タイブレイカールールの公式戦と同じルールっていうんで、で、バンカードが、ラバとマスケマンですね。僕らがポノスじゃないファブに対して、マスケマンして、ファブが僕らに対してラバ番したんで、ラバと、まあ、マスケが番のデッキ選択ですね。はい、というわけで、まあね、あと210どうにか削りたい、僕とどうにか耐えて
ワンチャン狙いたいダニーパイセンという感じですね。なんで、まあ、僕としてはどうにかやっぱロイフグを通したいか、雪玉をあと4発打つかか、マジアチャで射抜くの、まあ、どれしかしかないんで、まあ、どれもね狙っていくって感じですね。ロイフグの一発を狙うし、雪玉もね毎回確実に一発打って確実に減らしていくっていうのを繰り返してますね。でチャンスがあったらマジアチャで射抜くっていう感じなんですけど、ここですね、このスケルトンをもうね狙ってあげましたね。そしたらもうお見事、お見事。これゴレも、ね、ゴレもギリそう間に合ってなかった、ギリギリね8コスだったんで、まあ、こういうマジアチャしっかり狙うのは大事なんですけど、これ狙いすぎるとよくあるのは序盤にあマジアチャで射抜けるわって射抜きすぎちゃうとなんかもうカウンター受けてやられちゃうんで、うん、射抜きすぎないだけ気をつけてくださいということで、2戦目ね、これなんかえぐいデッキなんですけど、なんかマルチの上にいる人のデッキです、これはね。なんか名前忘れたんですけど、マルチでこのデッキで結構上にね、合ってる人がいるらしくて。めっちゃ面白いデッキやな。で、まあ、あとは、ワンチャン僕が30章使うんで、ガゴムで30章よく使うんですよ、僕。なんで、もうそれをね、X 棒とかよくやるんですけど、ガンメタ。昔僕 X 棒にガゴムで30章使って、ヤナアメ5ザップ来て、ボコボコやされたことあるんですけど、そんな感じで、まあ、それを狙ったっていうのもまたあるかもですね。なんか対策したみたいなのも言ってたん で、うん、で僕は次はさっきはメガナイトロイフグだったんですけど、今回はペッカロイフグですね。で中身もちょっと違うんで、ロイフグ大好きやな。まあそこまで好きでもないんだけどね本当になんかよく使うだけ、それ結構好きってことじゃない可能性としてはまあありますね。うん、まあまあまあ、でマジで相手のデッキ何それっていうこのスタンプですね。本当に分かんなかったですね。でまあ後ろから合わせていってこの多分端前から来たんですよね。そうだ、これはしっかり横にペッカ出してあげて、うん、このねダクプリの貫通でファルチをやっていく感じですね。ここマジででかいな。これね多分ペッカだと思わなかった説ありますね。普通に高回転のロイフだと思ったと思うんですけど、うん、これね何か小物読みマジアチャしたらスパーキーで、まあ、ペッカが射程が伸びてる分結構殴ってくれましたね。2発これマジで結果情報なの顔なのっていう、本当に際どい、うん、どっちだと思う。どうなんだろう。でも結構情報っていう説はあるよね。説がある、うん、最初ら辺は顔かなって思ってたけど、まあ、使ってたら意外と強くなってるっていう、まあ、そうなんだ。意外とまあ、まだみんな対処が慣れてないのもあるかもだし、でもラムライダーとかに対して止まるじゃないですか。けどちょっと離れてても殴ってくれたり、うん、ホグとかも結構貫通しやすくなった。ペッカだけで射程が伸びたんでね。そうだね、前までだったらなんか一つの位置でしか貫通できなかったけど、端前とかでも届くようになっちゃった、うん、なんで意外と、まあ、僕は正直あんまどっちでもいいかなって感じなんですけどそもそもラット自体がそんなにペッカを、焼き鳥はペッカ情報だと思ってるみたいですね、うん、まあ、まだ分からないっちゃ分からないです、うん、正直でも僕はここまで来るとこの試合ですね、さすがに負けはスパーキーを入れるぐらいしかないので、ホグって分かってるので、うん、ホグはまあちょっとは受けていいんでね、大ダメージ受けない程度に丁寧に、ね、多分立ち回ってたと思いますね。もうあとはイモることだけ考えて、そうですね、この服もまた丁寧にね、このちょ結構待ってますね、端っこに出してあげて、はい、という感じで、まあまあまあ、たまたまスナイプされて違ったっていう感じですねはい、というわけでですね、まあ、元チームメイトのダニパイセンとジャック君も倒し、最後、ラスボス剣潰し、まあ、これね引き分けなんでタイブレイがどっちが勝ったかっていうのはね、まあまあまあもう しなくても分かると思うんですけど。いいや。というわけで、こちら、僕はエコレクロン。で、僕は2番手だったんですよ。で、最後にライキさんがいて、で、相手はもう大将ケンツ。まあ、僕がね、これ勝ったら勝ったね。うわぁ、うん、多分なると思うんですけど。やっぱライキさんがね、俺もやりたかったよーって言うんと思ったんで、まあ僕はね、こういう、まあクローン、まあ負けてもまあ、いいし、まあ勝ちにはいきますけど、まあ負けたら負けたでいいかなっていうようなね、ちょっとね、まあ甘えたというか、まあ、エキシビションマッチなんで、結構 ね、そのジャックも遊んだデッキ使ったりしてるんで、ね、こんな感じで、お互い、スタンプからの、ね、マジでこれ、
1分までマジでスタンプなんで、ちょっと飛ばしちゃってもいいかもしれない。で、なんか、ケンツと、あの、みんなで飯行ったんですよ。うん。その、エキシビションマッチが終わった後に、結構夜だったんで、僕と焼き鳥とケンツと、コタとライキさんと、ゴツ。あ、そう、天ゴツで、ご飯行って、その時にケンツと話したんですけど、ちょっとね、このスタンプ、このスタンプのやり取りにも、ちゃんとお互い意味があるっていうので、ね、知ってほしいなと思って。そうな。そう、これ何もないように思えるじゃん。うん。俺はこれは、オットっていうのは、インフェルノタワーのスタンプ。え、珍しいと思ったオットですね。で、このバルキリーですね。このバルキリーからのハテナは、うん、僕は、ケンツが僕の彼女をバルキリーいじりしてくるんですよ。だから、彼女のいじりをしてきてると思ったんですよ。だから僕はこれ怒ってるんですね。彼女のいじりしてきてるから、お前ふざけんなって。怒ってるんですけど、うん、ケンツは、なんか、あの、ウルスケ、僕がウルトラ、よく書いて、インドラアイスイズレビドラのトルネスケラフリーズだと思ってるらしくて、なんかそれの、なんかあの、バルキリー型なんで、まあ普通にアイスイズバルキリーがスケラ、うん、だと思ってたらしくて、そのスケラのバルキリーを言ってたらしいんですけど、僕らしたら絶対彼女のいじってんなと思って、怒りスタンプしてました。そういう意味があった。ちゃんとこのスタンプにも意味がね、あるんでね。で、こっからもうね、1分から始まるような合図ですね、よろしくで。でケンツ、そう、鶏まごぼう料行ってきて、まあ僕はね、しっかり端っこにぐらいですね。あの内側にしちゃうと、やっぱ鶏根で座れやすいっていうので、うん、外にするだけで、やっぱ鶏根でなかなか吸いにくくなるんでね。で、まあまあ、ここはね、後ろから、ユニットとりあえずね、出す感じですね。もうこれ対決ですね、マジで。で、僕はこのごぼう料が流れてきて、そしてゴラはインドラでね、溶かせるんで、このゴボリトレネズ吸えて、これでキンキドできてるんで、めっちゃ美味しいっすね、うん。で、ケンツのこのアイスイズプラストレネのゴレのキンキドめちゃくちゃうまいですね。確実にしてて。で、ここも残ってるニットに始めゴレして、結構いいカウンターができてると思ったんですけど、うん、防衛ライトがうまいですね。で、インドラつける加えて、でもこれジャキーンやったんですけど。これはちょっとやんちゃしたよな。これなぁ、でも、そうなんだよね。まじトレネを、があるんだけど、結構僕のクロン打つのタイミングちょっと下手だったなと思いますね。いろいろ試合見てマジでだんだん見るとわかるんですけど、僕のクロンのタイミングが結構下手でしたね。よいしょ。というわけで、まあね、このマジでお互いにこのゴレのぶつかり合いがあと2分ほど続きますね。マジで。確かに、うん。ずっと同じようなことやってたから。僕なんかこれ、おしゃれトレネのこのクローンして、これゴレの爆破で相手のユニットを処理しようっていう、すごいおしゃれなことをしようとしゃしゃったら何も消えないっていう。さす、調子乗ったな。うん。で、まあまあ、またね、後ろからダクネ展開して、で正直、やっぱゴレとゴレがぶつかると、インドラがやっぱ僕あるんで、ゴレを溶かすのに対しては僕の方が有利なんですよ、うん、でも逆に光栄を溶かすのに対してはケンツがライトニング持ってるんでライトニングが有利、うん、確かにっていうのでここでも早めにねクローンかけていって、これ明確をマジで処理できると思ったら、いや、いいトレネなんですよ、マジで。本当に。で、ここでね、初登場かな、エレキもしかしたら、うん、そう、ゴレにエレキってなんでって思うかもしれないんですけど、なんかケンツがラムライダーやっぱ得意なんで、ラム警戒でラムが溜まる、その、まあ、ウッドだったり、生き玉をトルネードにしてたんで、やっぱ、ラム来た時にやっと困る。インドラとかもね、剣強く使うんで、それに対してのエレキですね、うん、ユニット多めのゴレですね。で、ここは、サイド変えましたね。同じことしてても、ちょっとやばいなと思って、ゴレをインドラだけで僕は溶かせるんで、ってなった時に、逆サイド攻めてゴレをインドラだけで処理した方が結構有利に回れるなと思って、逆展開したんですけど、うん。いやー、防衛が。ゴボリアイスイズで全部止まりますね、これが。硬いね、そう、マジで。一応タイブレイカールールなんで、ダメージで勝ったおかしいなんですよ。で、相手はこのケンツのゴレもうまいんですよね、この。ただただ普通に後ろからゴレ出してると思うんですけど。僕はユニットを防衛してからの、防衛してたんで、ケンツからすると、なんて言うんだろうな。ちょっと表現むずいんですけど、俺が防衛したユニット全部ユニット受けれるんですね、ゴレプラスの。クローンまたクローン。そう、ちょっとクローンがね、富士山にちょっと襲わないといけないです。で、ここで僕、このトルネが入れなかったですね、マジで。これゴレ一発殴って爆破当たってると、もう1600ぐらいだったんですよ、ヒデレンタワーが多分。うん。爆破で一発殴って、ここでまあ1500とかだったんですよ、削られてるのが。なんで、トルネード今使わなかったら、ヒデレンタワー1500で、これ右もトルネード使えてたんで、
ここも垂れてたんですよね。で僕がシャシャってトンネル使ったことによって最後ね、ダメージね逆転されてっていう感じなんですけど、マジで最後はトルネ使わなければ僕は普通に勝ってましたね。確かに、うん、僕はトルネ使うかもすごい迷ったんですけど、と思って使っちゃいましたね。マジで使わなかったら結構勝ててたんじゃないかなと思いますね。めっちゃいい試合だった。そう、なんかね、最後の最後にいつも毎回ちょっとずつアドを僕から取っているようなゴールのタイミングでしたね。うん、ボールが上手かったですね。はい、というわけで、ツーベツーも見たいっちゃ見たいんですけど、ちょっと長くなるな。そう、長くなるなと。というわけで、まあね、ツーベツーコタと初めてやったんですけど、うん、普段僕、ライキさんとやってて、ライキさんとだったら、お互い喋る量が5割5割ぐらいなんですよ。うん、指示出したりとか、お互いマジで5割5割なんですけど、うん、今回はコタとやってて、もうコタがツーベツー初めてっていうのもあってね、マジで僕が9割、コタ1割喋るぐらいでしたね。9割ってなかなかすごいけどな。いやマジで本当にずっとこうマスケ出して、でこれ来たらこれ出して、でもう俺これやるからこれし て, ってこれ出してってもういや全員指示してましたね。でなんか一回こうやっぱ2別も 1V も落ち着くタイミングあるじゃないですか。一回攻め終わった後の一回コスがお互い 5-5 とか 6-6 の時に、お互いマジで 6-6 ですよ。こっちもちょっと僕も人だらけするじゃないですか、うん、その時に次どうしたらいいって、えちょっと待って、ちょっと待って、まだ早いって、もうね早い、聞いてくるのがもうどうするどうするって何にも考えさせてってこう思いながらね、うん、まあ、やってはいたんですけど、結構ねいい感じに、初めてのペアとしては結構いい感じでいけたと思いますね。こちらやられちゃったからな。はい、よいしょ、煽っていく横でね。いやまあまあそういうわけじゃないけど、まあ、俺が出たわけじゃないか。確かにシーズンもお互い頑張ろうねと。そうだね、いうわけでね、今日はこんな感じでね、はい、終わりにしたいなと思いますね。シーズン2マジでこれから始まるんでね、ぜひ日本のね他のチームもそうだね応援してもらえるといいなと思います。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。宣伝したいことでもありますか。いやまあ俺は別に大丈夫。うん、はい、それで、はい、ヤギトリのチャンネルはじゃあ貼りません。ではバイ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 。